22時のステージでたっぷりお届けしますし、よすみちゃんがずっとこんなに横にいてくれてるとは思わずに、もっと絡めばよかったですね。さあもう一回よろしくお願いします。その話の中で主役になれなかった、君の涙の方もいつか必ず見つけた。ありがとうございます。改めまして、エクストと申します。